ハエの王は1954年出版のウィリアム・ゴールディングの小説。題名のハエの王とは聖書に登場する悪魔であるベルゼブブを指しており、作品中ではハエが群がる豚の生首をハエの王と形容している。1963年にピーター・ブルック監督で1990年にハリー・フック監督で映画化された。ジュール・ベルヌの 15少年漂流記やロバート・バランタインの珊瑚礁の島など19世紀以前に流行した古党漂着物の派生系であるが本作はこれらの作品とは正反対の悲劇的な展開となっている未来の大戦中疎開地へ向かう飛行機が墜落し上院である少年たちは南太平洋の無人島に置き去りにされる彼らは ラルフとピギーの二人を中心に規則を作り、効果を上げ続けることで救援を待とうとする。最初こそ協力し合っていた少年たちであったが、もともと、ラルフと仲の悪かった少年ジャックは、ラルフが中心であることを気に入らず、また食べ物などにも、不自由しないしまで自由に生きることを望んで、独自に狩猟隊を結成する。ジャックは狩猟隊のメンバーと共に毎日を好き勝手に、満遊し、 歌を借ることで上等なご馳走を得るようになり、やがては、ラルフの一派の少年たちもその魅力に惹かれ始める。そんな中、船が島の沖を通りかかったにもかかわらず、その日の当番が放火を怠ったのが原因で、少年たちの存在に気づかないまま船は過ぎ去ってしまう。それが原因で、ラルフの一派では、対立が巻き起こる。その隙を突くように、ジャックは、 ラルフの仲間たちを引き込んでいくまでのカリスマ性まで発揮していく。狩猟隊の少年たちは次第に内面の銃声が目覚めていき、泥絵の具を顔に塗りたくった蛮族のような姿となって、ついには仲間の一人であったサイモンを集団で手にかけるまでに至る。仲間のほとんどをジャックに奪われたラルフは唯一自分の味方でいてくれたピギーも、 ジャックの取り巻きであるロジャーに岩を頭上に落とされて、殺され、完全に孤立する。その翌日、ジャックは、自らが王でいられる楽園を脅かしうる。一番、目障りな存在であったラルフを排除すべく、狩猟隊に、木の枝を槍のように尖らせて、ラルフを殺害する、よう指示する。ラルフは孤立してしまった恐怖や悲しみに苦しみながらも、森に火を放った、ジャックたち狩猟隊から、 島中を逃げ回ることになる。しかし、その火を放ったことで、救助隊に見つかって、ラルフたちは救助される。平井正穂役と黒原俊之役の二つの番が存在する。これまでに二回映画化されている。日本では劇場未公開、上映時間を87分。イギリスが核攻撃を受けたため、陸軍幼年学校の生徒たちが、 飛行機で疎開先へと向かう途中で遭難したという設定になっている。監督はキッチンととのハリーフック。上映時間90分。ありがとうございます。